はい。今回は、頑張っているのに嫌われてしまう人ということで、なんかこう仕事とかも一生懸命頑張っているのに、なぜか上司とか同僚とかから嫌われてしまったりだとか、普段も友達うちの中で自分はどん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 いろんなことを頑張っていこうとか、いろんな人に役に立てることをしていこうとかね、影響を配っているのになぜかあんまり好かれない人って、 どこでミスっちゃってるんだろうな、ということでね、今回は話していこうかなというふうに思います。でもね、こういった部分をしっかりと認識しておかないと、やっぱ自分がせっかく頑張ろうとしてるのに、ある一つのミスだけで、 まあなんか人間関係が壊れていってしまったりだとか、逆と効果になってしまったりとかってしたらめっちゃもったいないじゃないですか。なのでぜひね、自分の良さっていうものをしっかりと相手に分かってもらうためにも、今回の内容を、ね、理解しておいてもらえたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションの内容であったりだとか、前向きに生けるためにはどういうふうに考えていけばいいのかなっていうような考え方の部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まず、えー、僕の バスケットボールの練習が、まあ、毎週金曜日にやってるんですけどで、そのバスケの練習にとある男の子が来てて、でそのとある男の子の周りにはなぜかあんまり人がいないというか、あんまりそこに話しかけていく人っていうのがいないんですね。もちろん、えー、その、えー、既存の友達ですよね。一緒に来てる友達とは話してるんだけど、そこにみんながなかなか話しかけていかないんですね。多くの人はあんまり話しかけていかなくて、 なぜなのかなって。他の人たちには結構話しかけていったりするんだけど、その子にはなぜかあんまりみんな話しかけていかないんですね。で、特徴としてはその子、バスケはめちゃめちゃうまいんですよね。バスケはめちゃめちゃうまくて、本当にもう僕なんて全然アイデにならない。もう,もう止められない僕には、みたいな感じなんですけど。で ま、その子とね、まあ、僕は、その特点を一緒にする機会があったんですよ。特点あの、ペラペラめくるやつね。で、ペラペラめくるやつ一緒にする機会があって、まあ、その時にちょっと話しかけてみたんですよね。でも僕も勇気を振り絞ってですよ。なんかちょっと話しかけづらかったんですけど、まあ、勇気を振り絞って話しかけてみたら、話したらめちゃめちゃいい子なんですよね。普通に、あのー、ね、話すこととかも全然生意気なこととかも言わないし、え、ちゃんとね、先輩後輩っていうのも配慮して言ってくれるし、まあ、僕あんまり気にしないから、そんなに、あれなんですけど、え、敬語使ってねとかってあんま思わないと。 タイプなんですけどでもまあそういうところもきっちりしててなんかこう変になれなれしい感じとかもないんですよねでなぜなんだろうなーっていうふうなことを僕はちょっとそんなに疑問に思ったんですよこんな話してたら普通にいい子だし、えー、バスケもすごい上手いしなんならいいところばっかりですよねなぜなのにみんな話しかけられないんだろうし僕も話しかけづらかったんだろうなーって思ってたんですけど考えてみたら確かに話したらいい子なんだけど話す前ってすごく 冷たい印象があるというか,なんかあんまり何にも興味なさそうな感じに見えるんですねだから話しかけづらいのかなっていう風に思って一応調べてみたんですよで一応調べてみたら科学的に冷たく感じる安ン有能な人っていうのはこう人から避けられる嫌われる傾向にあるっていうことが分かってるらしいんですよねつまり僕たちは人を「あこいつ冷たそうだなで何でこいつ有能かよ」って反応した時に キラったりとか目の敵にする傾向があるっていうことが分かったんですよね。でもなんか確かにそういうとこあるなーって、人ってそういうとこあるよなーって思ってて、で僕とかは結構その、あまあ、言うののところがあまりないから、<laughs> それでも自分が無表情で冷たい感じでいる時っていうのはあんまり話しかけられないですよね。まあ僕とかは結構、まあ、話しかけてくれる人はすごい話しかけてくれるんですよね。で,でもやっぱり僕も話しかけてくんなオーラ出してる時って、 なんか無表情で、ちょっと有能ぶってる時があるんですよね。なんかすごい中二病みたいな感じですけど。そういう時ってやっぱ話しかけられないし、そういう時ってなんか前からの印象も良くなさそうな気がするんですよ。イメージですけど。だから、やっぱり、あの、有能な人ほど、頑張ろう頑張ろうって一生懸命やって自分の仕事とかのこうアピールをする人っていうのは、どうしてもそこに笑顔、愛想っていうものが伴わないと嫌われてしまうわけですね。 なので、まあ、僕たちが普段から意識していくこととしては、やっぱり、まあ、自分からどんどん関わりに行く必要っていうのはないけども、話しかけられた時とかっていうのは、やっぱり笑顔で受け答えした方がお得だよね、ということなんですよね。だから、どんなに頑張ったって、仕事だけを頑張ってしまうと、どうしても有能さっていうものだけがアピールされていってしまうので、逆効果なんですよね。どん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 嫌われていってしまうということなんですよ。だから、まずは、えー、自分が相手と関わる気はありますよ、と。 あなたと一緒に何か頑張っていく気はありますよっていう感じで、こう、笑顔でね、あなたとあの関わる気持ちはすごくあるんですっていうのをアピールしていかないと、頑張れば頑張るほど、それが逆に作用してしまうよねっていうことで、なので、もうこれからはぜひね、あの、笑顔っていうものをね、そんなに無理に作るっていうのはしんどいとは思うんですけど、ちょっとしたね、話とかの時だけでもいいから、笑顔で接したりだとか、明るく、 明るい声色でね、話したりとかっていうような感じで、ぜひね、相手に自分はあなたの、あなたと一緒に、え、あなたに好意を持っていますよっていうのね、まあそういったアピールっていうものをしていくことはすごく大切だなというふうに思うので、えー、仕事を頑張ったりだとかね、一生懸命やってる人なのにあんまり好かれないという人は、ここをぜひね、意識してみてもらえたらなというふうに思います。で、こういうふうに、まあ些細なミス一つで、え、人間関係が壊れていってしまったりとか、嫌われてしまったりとかっていうことは、 あの、当たり前に起こってしまうんですけども、そういったことが起こらないためには何をしていけばいいのかなとえ、具体的にどういったアプローチを取り、どういった考え方をし、どういった視点で物事を見ていけばいいのかなっていうような部分を詳しく僕のメールコミュニティの方で解説していっています。で、まあ、その、今言った部分をね、解説しているのは墓地予防セミナーっていうね、プレゼントになるので、参加してすぐにね、まあ、メンバーサイトに移動して受け取ってみてもらえたらなというふうに思うんで、ぜひ概要欄から参加してみてください。で、最近毎日ブログも更新していてて、えそちらでは僕の 日常であったりだとか考え方っていうものが赤裸々に語られていて、まあ、そちらからちょっとね何か学びを得られたらなというような視点で書かせてもらっているので、まあ、僕の中身であったりとか僕自身っていうものが非常にわかりやすくなってるんじゃないかなというふうに思いますなのでぜひそちらもね概要欄にいわゆる貼ってあるんで読んでみてくださいで毎日こんな感じで動画もアップしていてるんでよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございました